いつもその2人で70年代のフォークとか昭和歌謡とか、やってるんですけれども、今日は1人でそれに輪をかけて、古いやつをやりたいと思います。だけど、あ、でもデュオの方がソロでおやりになると、デュオの方がソロでやりますので、はい、僕らも聴いててちょっと楽しみなんですよ、はい、何が飛び出すかなっていうね。真っ赤な太陽燃えている果てない南の大空に轟き渡る雄たけびは正しいものに味方する。播磨を播磨を人が分かるんだよね。大切なことです。はい、東道や。